現場の西山さん。はい、4月2日ラーメン西山屋天気報の時間です。アリース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 。藤崎君久しぶりですね。久しぶりです。天気予報久しぶりですね。久しぶりです。バイトも久しぶりだったんですよね。はい、今日は4月2日では空見ましょうか。どんな感じですか。そう、明るいです。明るいですね。いや、天気が出るんです。晴れてます。晴れてますか。これもう一回空見てくださいよ。ちょっと曇ってます。かなり曇ってます。曇りです、今日は。はい。今日は曇り。最低気温が11度で、はい、最高気温が17度。で、降水確率は 40%。ずーっと曇りって感じですね。夜晴れる感じですね。4月1日生まれの人って、あれ、学年だと地帯になるの知ってますよ。あ、知ってます。4月2日の人は一番早生まれで、はい、出席番号が一番最初なんですよね。で、4月1日の人っていうのは学年の一番下になるんです、うん、なんかちょっとおかしいと思いません？ちょっとおかしいです。そうですよね。4月1日の人はやっぱ学年の一番最初かなって感じしますよね、はい、なんかちょっとおかしいなって感じしますね、はい、で、4月2日です今日。なんで今日生まれた人は出席番号1番です。で、昨日生まれた人は最後の人です。まあ、上の学年の最後ですね。で、4月2日の人はその学年の一番最初ですね。そんな感じですね。で、今日日曜日ですね。今日は日曜日僕がいます。ただ起きれるかどうか心配です。頑張ってください。頑張ります。4月の後半はずっとイベントがあるから、日曜日はずっとお店はお休みの可能性あるんで、ぜひまあ今日とか食べに来てくれると僕と会います。アリース。アリース。